ジョン・ガランデ・マビオールは、スーダンの軍人、政治家、スーダン副大統領、スーダン人民解放軍最高司令官を歴任した。1983年に、反政府武装組織のスーダン人民解放軍を結成、死去まで議長と最高司令官を兼務した。2005年7月、乗っていたヘリコプターが墜落し死亡した。上、ナイル地方のボルの近くのワングレーの村でンカの、 貧しい家庭に生まれた。10歳までに孤児となり、親類の支援で学費を受けて、バーウ、ルンベクの学校で学んだ。1962年第一次スーダン内戦に参加し、若年だったために指導者から教育を進められた。タンザニアで中東教育を受け、1969年、アメリカ・ヨアヨワ州のグリネル大学で経済学を収めた。そこでは彼は、 カタブツとして知られていた。カリフォルニア大学バークレー校への進学も考えたが、タンザニアに戻り、ダルエスサラーム大学で、トーマス・ジェーン・ワトソン小学生として、東アフリカの農業経済学を学んだ。そこで、大学生アフリカ革命戦線のメンバーとなり後に、ウガンダ大統領として同盟者となるヨエリムセベニラと、知り合った。しかしガランはすぐに、 スーダンに戻ることに決め反乱に加わった。内戦は1972年にアディスアベバゴイにより集結し、ガランは他の反乱兵と同様、スーダン軍に吸収された。11年後には、彼の軍歴は、大尉から大佐へ上り、ジョージア州、ホートベニングにあったアメリカ陸軍米州学校で上級副表彰校コースを収めた。またこの間に、アイオワ州立大学で、 南部スーダンの農業開発に関する論文で農業経済学習士及び博士の学位を得た。1983年までガランはオムドゥルマンの幕僚大学の学長であった。1983年、ガランは表向きは北部政府での地位に移転することに抵抗していた第100大体の約500人の南部政府の兵士の仲介をするためにボルへ行った。しかし、 ガランは、すでに第105大隊の、反政府軍としての離反を手配していた南部の、司令部の将校らによる陰謀に加わっていた。政府軍が5月にボルを攻撃し大隊が撤退した、時、ガランは別の経路から、エチオピアの反乱軍の拠点に合流した。7月末までにガランは新たに設けた、軍事政権とイスラム法による支配に反対する、スーダン人民解放軍。 運動の兵士として3000人以上を引き、政府のイスラム法導入に抵抗する他の部隊を支援した。これが20年以上にわたり150万人の死者を出した第二次スーダン内戦の発端と広くみなされている。ガランはキリスト教徒で南部スーダン人の大半はヒムスリムだが、彼はこの戦争の宗教的な面に焦点を当てなかった。SPLA はリビア、アルジェリア、 タンザニア、ウガンダ、エチオピアの後ろ盾を得た。ガランとその分は南部の大半を支配下に収め、新スーダンと名付けた。彼は彼らの軍の指揮が我々が正当な理由で戦っているという信念から来ており、それは北部にはないものだ。と主張した。評論家は彼の反乱に財政的な動機を示唆し、スーダンの石油資源の多くが国の南部にある点を指摘した。 支持者の間を行くガラン・ガランは1985年の暫定政権や1986年の選挙への参加を拒否し反政府指導者であることを選んだ。しかし2005年1月9日に SPLA とスーラン政府はケニアのナイロビで和平合意に署名した。その日ガランはオマル・アル・バシールと権力分担憲法に署名する式典を経て第一位。 副大統領に据えられた。また彼は分離独立を問う住民投票までの6年間の限定的な自治権を持つ南部スーダンの行政の長となった。それはこれまでにスーダン出身のキリスト教徒や南部の者が手にした最高の地位だった。式典の後ンは私はスーダンの人々を祝福する。これは私やアルバシールの和平ではない。スーダン人の和平だ。 と語った。アメリカ合衆国国務省は、ガランの政権への参加が、ダルフール紛争の解決につながると主張したが、他の者は、この主張は、楽観的すぎるとみなした。2005年7月末ガランは、ウガンダの大統領専用ヘリミ -172 の墜落により死去した。ウガンダのルワキツラでの長年の盟友、ヨエリムセベニ大統領との会合から戻るところだった。 スーダン国営テレビは当初ガランの機体が安全に着陸したと報じたが、情報省のアブデル・バシット・サブダラットは数時間後にテレビでこれを否定した。オマル・アル・バシールのスーダン大統領府からウガンダの大統領専用ヘリが視界不良のため南部スーダンの山中に墜落し、ジョン・ガランでマビオル博士と同僚と7人のウガンダの 上院のうちの6人が死亡したことを確認する声明が直ちに発表された。彼の遺体は事故現場の近くのスーダン南部の村ニューサイトに運ばれ、元反政府軍兵士や一般の支持者がガランに敬意を表すために集まった。ガランの葬儀は8月3日にジュバで行われた。彼の未亡人、レベッカに安ンでデンデマビオルは我々の文化ではユーライオンを殺せば メスライオンのすることがわかるだろうという。と述べ、彼の仕事を引き継ぐと約束した。なお、この事故直後、首都のハルツームやスーダン南部では、暴動や大規模な衝突が発生、80人以上が死亡した。挨拶するガランスーダン政府及び SPLA 首脳は共に天候が悪かったと主張した。しかし、特に SPLA 支持者の間に真相への疑問がある。 ウガンダのヨエイムセベニ大統領は外的要因による可能性も捨てきれないと主張する。内戦の終結へ尽力すると思われたガランの死の和平協定への影響は不確かである。政府は3日間の国家的追悼を表明したが、ハルツームでの大規模な暴動を抑えることはできず、3日間での死者は84名に上った。不安は他の地域でも報告された。 ガランの後継者サルバ、キールマ・ヤルディを含む SPLA の主要なメンバーは和平プロセスが続くと述べた。分析筋はガランによって過剰に支配されていると批判されたこともある SPLA がその死により新しい民主的な解放性から文派間の抗争の勃発までいずれの可能性もあると示唆した。ありがとうございます。